SGML で定義されたマークアップ言語がオックスフォード英語辞典の電子版を記述するのに利用されている。これによって HTML への変換が容易となるだけでなく高度なクエリの実行が可能となる。マークアップ言語は組み半指定に使われる言語と言える。視覚表現や文章構造などを記述するための形式言語である。テキストファイルであることが多いが、 バイナリデータによる形式もある。A. マルクアップという語は、英語圏の出版業界で、著者、編集者、印刷者の間で指示を伝える方法を意味していた。マークアップ言語には、様々なものがあるが、ここでは、例として HTML における、短い節を示す。H1 ガンかもか、H1。P. ガンかもかにはかも、ガン、白鳥が含まれるが、 それらは、M 非常に近い種であるというわけではない、M。P。HTML では、このように山格好で囲ったタグにより、要素を、マークアップする。要素の頭部と尾部にあるものがタグである。つまり、タグで囲まれた全体が要素である。この HTML の例では、H1 という第一レベルの見出しの要素があり、それに引き続いて一段落の文章が含まれている。 p 要素がある。html の変遷などの結果意識されるようになった Web 業界などにおけるマークアップ言語に対する理解として3つに分類するものがある。資格マークアップ、手続きマークアップ、意味マークアップである。資格マークアップとはテキスト中の手がかりから文書構造を推論しようという試みである。例えばテキストファイルでは 文書のタイトルの前に、いくつか開業を入れたり、スペースを空けたりすることがあり、これらは、レイアウトなどの視覚表現を暗示している。ワードプロセッサ、デスクトップパブリッシングソフト、いくつかのテキストエディタには、その種の慣習から構造を推論するものがある。視覚マークアップが暗黙的であったのに対し、手続きマークアップは、明示的に視覚表現の命令を記述する。 処理系は、この命令をファイル中の出現順に解釈する。例えば、タイトル文の直前に、中央を揃えモードに移る、文字サイズを大きくする、書体をボールドにするなどの命令を記述し、タイトル文の後に、それらの命令の終了を記述する、といったものである。手続きマークアップの処理系の例としては、ナラフトロフテクスラウトがある。 手続きマークアップは特定の資格表現を実現する処理上の命令を付与するものであるが、意味マークアップはテキストの断片に印をつけていくものである。例えば、ウェブサイトの更新情報を記述するためのアトムという言語にはアップデーテッドタイムスタンプを記すマークアップがあり、情報項目が最後にいつ更新されたのかを発行者が表明するのに使われる。 アトムの規格ではアップデーテッドの意味するものについて論じており、そのマークアップ形式についても規定されているが、それがユーザーに対してどのように表示されるのか、またそもそも表示されるべきなのかについては何の規定もない。このマークアップは処理系ごとに様々な用途に使われ、その中にはアトム言語の設計者たちが予想もしなかったものが多く含まれるだろう。 SGML と XML は意味マークアップ言語の設計を支援するために設計された仕様である。以上は概念的な分類であって実際にはどのシステムでも別種のマークアップが共存している。例えば HTML では純粋な手続きマークアップと純粋な意味マークアップが共存している。HTML にはさらにプレ要素があり、 四角マークアップの領域を囲んでテキストをタイプした通りに表示させることもできる。マークアップ要素とその使用に関する規則は通例、特定の企業やコミュニティごとの様々な種類の文書に対応するため標準化団体によって開発される。最初期の例としては CALS があり、アメリカ軍で技術マニュアルに利用されていた。 すぐに大規模文書を管理する必要のある企業がこれに続き出し、航空機、電気通信、自動車、コンピュータハードウェアのマニュアル用のタグ群が開発された。これは、この種のマニュアルの多くが、電子的に配布されるきっかけとなり、企業は一つのオリジナルから印刷物、オンライン、CD 版などを作り出すことができた。特筆すべき例は、 サンマイクロシステムズであり、ジョン・ボサックが SGML を複数媒体向けの文書配布に採用し、大幅なコスト削減を達成したことである。現在では、多くのマークアップ言語が存在する。よく知られたものでも、ドクブックマスムル、SVG オープンイーブックテイ、XBRL などがある。多くは、テキストのためのものだが、その他の用途で使われる、専門化された言語もある。 汎用マークアップとは意味マークアップの別名である。現在のほとんどの意味マークアップシステムは文書を既構造に構造化する。また同時に文書の一部分を文書内の他の箇所から参照する手段を提供している。構造化によってソフトウェアが文書構造を把握することができ、文書はデータベースとして扱うことが可能になる。 関係データベースが持っているような厳格なスキーマを持たないので反構造化データベースと呼ばれる。2000年を過ぎた頃から非構造以外の文書構造に関する大きな関心が現れてきた。例えば古代の宗教文学では文献構造以外にも終始構造や三分構造が広く用いられる。これらの文書単位は文中でたびたび交差するので簡単には 機構造のマークアップシステムでデータ化することはできない。このような構造をサポートする文書モデリングシステムには、MEC、t、AY、ガイドラインズの一部や LMNL クリックスなどがある。意味マークアップの第一の長所は、その自由度だとみなされている。テキストの断片が、どのように表示されるべきかではなく、何であるかと記されていたなら、その言語の設計者が予想もしていなかった。 便利な用途でその断片を処理する処理系が作られるかもしれない。例を挙げると、HTML のハイパーリンクは、もともとリンクをたどる人の手で利用されるために設計されたが、検索エンジンによってインデックスするべき新しいリソースを発見するため、また Web 上のリソースの人気を図るためにも利用されている。意味マークアップはまた、 文書の視覚表現の変更を効率化する。例えば、イタリックの表現を、強調あるいは、外国語の意図を示すために使うとする。両方とも単に表示方法の命令で、イタリックとマークアップすると、両者の意図の違いが記録されず、区別が困難になる。後に、外国語をイタリックにしない、視覚表現に変更しようとすると、 すべてのイタリック部分を一つずつ人間が判断して、より分ける作業が必要になる。しかし、意味マークアップでは両者を区別して、マークアップするので、視覚表現の変更が容易になる。マークアップという用語は、英語圏で伝統的な出版の作業過程である原稿の、マーキングアップという作業から派生した。マーキングアップとは、原稿用紙の余白に印刷に関する指示の記号を、 書き加えることである。マークアップマンや構成者と呼ばれる専門家が文章の書く部分にどんなスタイル、書体、サイズを適応すべきかなどを記して組版の担当者に原稿を渡すという作業が何世紀にもわたって行われていた。英語のマルクアップに対応する印刷用語は組版指定であり、書体、文字サイズ、行数、行間、字数、あざ送りなど、 組体定裁を定める上で必要となる情報を指定することである。英語では電子組版、コンピュータ上での組版へと移行してもマルクアップが用語としてそのまま使われている。マークアップ言語のアイデアは1967年のある会議でアメリカ出版会の大物であったウィリアム・ダブリュタニクリフによって汎用符号という名でおそらく最初に発表された。 彼はその後に人工度と呼ばれる標準仕様の策定において出版業界で中心的な役割を果たしたとされる。1960年代末に本のデザイナーであったスタンレー・フィッシュもまた類似したアイデアを発表している。ブライアン・リードは1980年にカーネギー・メロン大学の学位論文において実用となる意味マークアップシステムの理論と実装を 開発した。しかしながら、IBM の研究者であるチャールズ・ゴールド・ファーブが、現在では広く、マークアップ言語の父として知られている。ゴールド・ファーブは、GML の開発で、大きな役割を果たし、そして、初めて広く使われた意味マークアップシステムである、SGML を開発した、ISO の委員会で議長を務めた。ゴールド・ファーブは、正確な日付は、 記録にないが、新聞のワークフローの伝算化に関する初期のプロジェクトで働いている時に、その基本的なアイデアを思いついた。後にタニクリフトフィッシュの発表を知り、また、リードの話をその初期に聞いたことで、彼の興味にさらに火がつくこととなった。出版業界の外部で、利用可能な初期のマークアップ言語の例には、ユニックス上の組版ソフトウェアであるローフがある。 これらのシステムでは、書式指定命令は、文書のテキストの中に挿入され、組版処理系は、その指定に従って、テキストフォーマットし出力する。その後、WizzyWig を実現した DTP ソフトウェアが登場したが、それらは、バッチ処理などには不向きといったことから、引き続き、ローフが使用された分野もある。出版におけるもう一つの主要な標準はテクスである。 テクスはドナルド・クヌースが開発し1970年代から1980年代にかけて継続的に改良した。テクスは数学書を業務品質で組むためのテキストやフォントに関する綿密なレイアウト機能を目標としている。この目標のためクヌースはかなりの時間を組版技術の調査に費やした。 主に学術分野で使われ、理数系の出版物、論文などの多くでは、デファクトスタンダードとなっている。テクスのマクロパッケージであるエーテックスはテクス上で意味、マークアップシステムを構築しており、広く用いられている。構造と視覚表現を明確に区別した、最初の言語は、ブライアンリードが開発し、1980年に彼の博士論文で述べているスクリーブであった。 スクリーブは多くの点で画期的であり、マークアップされた文書からスタイルを分離するというアイデアだけではなく、意味要素の仕様を統制する文法をも持っていた。スクリーブは GML の開発に影響を与え、また HTML や Latex の直接の祖先ともなった。1980年代の初期にマークアップは文書の構造面に専念し、 視覚的な表現に関しては処理系に任せるべきだという思想によって SGML が誕生した。この言語はゴールドファーブが議長を務める委員会によって策定され、複数の研究、プロジェクトから成果を取り込んでいた。シャロン・アドラーやアンデルス・ベルクルンとジェームズ・ D ・メイソンも委員会の主要メンバーであった。SGML は文書にマークアップを含める公文や、 どんなタグがどこで使えるのかなどを記述する公文を規定していた。これによって文書作成者は望むマークアップを最も意図に近いものや母語で名前がついているものなど何でも作成し利用することができた。それゆえ SGML は正しくはメタ言語であり多くの具体的なマークアップ言語がそれから派生していった。 1980年代から現在に至るまで、ほとんどの新しいマークアップ言語は SGML に基づいたものであった。テイやクブックなどがその例である。SGML は1986年に ISO8879 として国際標準になった。SGML は非常に大きな規模の文章を扱う現場で広く受け入れられ利用された。 しかしながら、一般的には覚えるのが煩わしくて難しいと、みなされている。これは、多彩すぎる機能と高すぎる、柔軟性を実現した、副作用である。複雑な仕様の例として、SGML では終了タグが、文脈によって省略可能となっているが、これは、過労気味の入力作業員が、マークアップを手動で行うような場合にキーストロークの、 節約が望まれているとの配慮によるものである。HTML のソースコード例1991年になると SGML が商用のデータベース用途にしか使われない傾向が強くなってきた。一方、w i s z y w e e ツールがその他の文書処理用途では受け入れられていた。この状況が変化したのは欧州原子核研究機構に在籍していた。 ティム・バーナーズリーが同僚のアンデルス・ベルクルントたちから SGML の存在を知り SGML の構文を使って HTML を作った時である。HTML は他の SGML ベースのタグ言語とよく似ているがよりシンプルなものとして誕生し当初は形式的な DTD を持っていなかった。スティーブン・ジェーデローズは HTML による 意味マークアップの使用が、Web に柔軟性と拡張性をもたらし、その成功の有力な要因となったと主張している。しかしながら、HTML が、マークアップ言語であるという事実については異論を唱える研究者もいる。その異論とは、HTML は、タグの配置を制限しており、タグに、他のタグの内に入れ子になることと文書のルートタグになる。 ことの両方を要求しているというものである。このため、そのような研究者たちは、HTML は階層型データモデルに従うコンテナ言語ではないかと述べている。もう一つの、現在広く利用されているマークアップ言語は XML である。XML は W3C のジョン・ボサックが立ち上げ、議長を務めた委員会によって開発された。 XML の主目的は対象をインターネット上の文書に特化することで SGML を単純化したサブセットを作ることである。XML は SGML と同じようにメタ言語である。また利用者が必要な要素を追加したり名前空間を使って複合文書を作ったりして拡張することが容易にできる。名前空間などを用いない。 XML 文書は SGML 文書でもあるため、XML への乗り換えはそれほど困難でなく、既存の SGML の利用者及びソフトウェアは、比較的容易に XML に移行することができた。XML は SGML の多くのより複雑な機能を省いており、学習や実装を容易にしている。他の改良点には、多言語環境での SGML の問題点を、 修正したことやスキリマがない文書でも利用を可能にしたことなどがある。XML はそもそも文書や出版物などの反構造データのために設計されたものである。しかしながら、その単純さと柔軟性のバランスの良さから他の用途でも急速に受け入れられていった。例えば、 アプリケーション間でデータをやり取りするために利用されたり、アプリケーションの設定ファイルの構造として利用されたりもしている。XHTML2000 年の1月から、HTML についてのすべての W3C 勧告は、SGML ではなく、XML に基づいたものになり、XML で、HTML と等価のマークアップができる、XHTML が制定された。 HTML と XHTML との違いで顕著なものの一つはすべてのタグを閉じなければならないことである。BR のような空の HTML タグは閉じる必要がある。XHTML1.0 韓国内のアペンディックスの章にある HTML コンパチビリティガイドラインズでは BR のように 要素名の後に空白文字と斜線を入れて閉じる形を推奨している。他には、開始タグ内の属性値はすべて意味用符で囲わなければならないという点がある。また、HTML とは異なり、大文字と小文字は厳密に区別される。マークアップ言語のアイデアは、テキスト文書に関するものとして生まれたが、ベクターグラフィックス、ウェブサービス、ウェブシンディケーション、 セマンティックウェブ、ユーザーインターフェースなどの分野での利用も増えている。これらのほとんどは、XML のアプリケーションである。XML を使用することで、複数のマークアップ言語を合成することが可能となる。例としては、XHTML スミールや、XHTML マスムル SVG がある。ありがとうございます。